よく行くスナックの常連さんに大企業の社長さん代わりサインもらったりしていくうちに仲良くなりました。その方が考えややってきたことを本として出してほしいのですが、飲み屋で会うだけの私がそのように打診したらおかしいでしょうか。私はその方全くジャンルが違う仕事についており、仕事につながったこともなく、ライディアとしての能力もありません。儲けたいというわけではなく、私個人としてその本が欲しいのです。箇条書きで書いてみてください。その言ってたことで、その人が言って面白かったことが、例えばこういうことに対してはこうしろっていうのが面白かったですっていうのを箇条書きで、20個から50個かけたら本にできますね。20個だと膨らませることができれば20個でいけますし、50個かければ結構確実にいけます。で、まあそれ箇条書きで書いてみて、本人に見せて、あ、面白いじゃんってなれば、その出版社に持っていくと、あ、この、その表、あの、章立てだったら割といけるよね、みたいなセンスがあれば分かってもらえるので、なのでその聞いて面白かった話っていうのを箇条書きでいいので書いてみてください。